皆さんこんにちは、リリーです。さあ今回の動画はですね、お正月ということで子供用の福袋って買ったことがないから一回試しに買ってみようかなと思ってこちらを購入してきました。これは、マーキーズっていうお店の5000円の福袋なんですけれども、なんと7点も商品が入ってるそうです。その他にもですね、お年玉でちょっとジージバーバにもらったものとか私のものとか、まあ、正月ってやっぱりお財布緩みがちでいろいろ購入してきたので、そちらを全部紹介していこうと思います。それではまずメインのですね、こちら福袋から開けていきます。これは男の子用の90サイズにしました。もうすでにここに1000円の値札がついてます。エコバッグに入ってんねんな。こんなグリーンにピンクパンサーか、これ形はめっちゃねコンパクトなりそうやからいいかなって感じやけど、派手やからいつ使おうって感じです。好みが分かれるかもしれへん。ド派手なバッグの中に入っていたの、あ、この中に入ってるから、じゃあ1個ずついこう。はい、ではまず1つ目。お、良さげよ。あらあら、いいじゃない。ボアのネイビーの、アウターが入ってました。中はナイロン地になっています。これ保育園でも使えそう。こういうボアのものって、ちょっと肌寒いなっていう時に気軽に買って着せれるので、便利ですね。これは元の値段がなんと、税込み4290円やって。ほんならさ、これとさ、このエコバッグでも5000円いってるやん。あら、出だし好調です。こういう使いやすいベーシックなカラーっていうのはいいですね。はい、続きまして、2点目。じゃん。またアウターかな、ベストかな、みたいな渋い色が入ってましたが、これはフリースのちょっと肌寒い時に羽織るものです。デザインも普通。普通って。ま、別に可もなく不可もなくみたいな感じ。ただこの渋い色がボーに似合うかどうかちょっと後で試してみたいと思います。お次は、トレーナーかな？あ、かわいい、これ。ほら。ありじゃない？これいいね。グレーに、ブルーと、赤色でなんか、ロゴが書かれてます。なんて読むんやろ。ワンダープロテインって書いてる？プロテント。プロテインかな？続いて、こちら。渋。とか言っちゃった。1980円。いや、物は全然いいねんけど、この渋い色はあんま似合わなさそう。似合うんかな？ちょっと後で着せてみたいと思いまーす。さあ、続いては、はい。これなんや？あ、パンツかな？めっちゃ入ってるやん。アクション。アクション。アクション。はい。アンパンマン。はい、続いて、あ、使いやすい。いいね。1650円の、ちょっとサルエルっぽいパンツが入ってました。これいいな。後ろもポッケが1個ついてる。いい、これはいいです。これはマジ使える。はい、続いてが、あ、ラストですね。こちら、デニムって案外持ってない。なんかさ、履かせんのが楽なんがいいからさ、ゴムのウエストのやつとかが多いねんけど、これは、あ、これもウエストゴム。2750円。まあ、これも全然使えるね。ということで、入ってたのは、1つ目でしょ？で、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ。うわ、これめちゃめちゃでかなる、ここ。ほら、パッチンついてるわ。これ外したらさ、むちゃめちゃでかい。ここに棒入るんちゃう？ほら、下手しいうちでも入れるかなぐらいめっちゃでかなる。ちょっと入ってみる？無理あるか？うちは無理あるか？うちは無理あるけど、まあまあ入れるぐらいの、まあまあ入れるぐらいの、とにかくでかいエコバッグでした。中は結構思ったよりなんかナチュラルカラーやから、まあ、そんな大きなハズレっていうのはないかな。これが全部で5000円やったら来年買うかどうか、迷う。こん中で当たりといえば、まあまあこれはいいやろ、まあ、これもいいやろ。デニムはそんな履かんのよな。でもまあ可もなく不可もなくって感じ。これはちょっとなしかな。これもちょっとなしかな。これもまあ可もなく不可もなくって感じ。これはなしかな。2点やろ。3000円やったら買うかな。3000円やったらめっちゃお得って思うかも。あとはこのお店が結構派手派手で明るいカラーのものが多い印象やったので買ったんですけど、落ち着いたカラーのものが多かったんでちょっぴりショックかなっていう感じ。まあでもこれは好み分かれるかな。どうなんやろ、みんなどう思います？じゃあちょっと着せでいくわ。じゃあお着替えする？嫌だ。なんか最近ちょっとね、イヤイヤ期に突入仕掛けてるかなみたいな。
な雰囲気なので、今から着替えてる最中もビービー言うかもやけど、そんな子供がビービー言ってるからやめるけど、ああ、何やら。トーマスおるね。ビービー言ってるからってやらんかったら何もできへん、家事もできへんしさ、何も進められへんから、ちょっとぐらいビービー言っても進めていきます。ご機嫌やっていいな。じゃあ、ちょっと座ってる間に、これを、開け箱かな。この渋い色めっちゃバーバ好きそうやわ。あげよう。これもう実家の服ね。実家の服。よいしょ。はい、トーマス持っていいよ。もうトーマスが最近好きすぎて。電車好きすぎて。はい、まず、一着目は、こちらでーす。こんな感じでーす。へへー、めちゃめちゃ渋い。めちゃめちゃ渋いし。なら、あんたこれ着てみて。微妙すぎるわ、これちょっと。なあ、渋い色全然似合わへん。あんまり似合ってないでーす。でもこのズボンは可愛いでーす。はい、じゃあ次。ママ可愛い。ママとか言うた、今。ありがとう。この腕通していい？はい、やってます。はい。これはでも使えるかもしれない。よいしょ。あ、かわいいやん。かわいいやん。これ、着た方がかわいいわ。ちょっと今、おっきいけど、色まだいけるんじゃない？タキシュー。タキシュー。でもこのお店で欲しいのがね、4つぐらいあって、この ZOZO のセール待ちでお気に入りに入れてんねんな。いやでもな、それだったらな、どうやろな、欲しいやつ見つかった方がよかったかな。まあ、可愛いかもしれん。グレーもね、買わないんですよ。そう、いつもほんまにベージュブラウン系を選びがちなんで、自分では可愛い色が入ってるから、冒険できていいかも。ぼちぼち。どうも、みんなコメントちょうだい。デニムはちょっとでかいから履かんでいいかな。デニムはまたいつか履いてインスタに載せるかも。はい、じゃあ次行きましょう。あ、ほんでね、このマーキーズでめっちゃ可愛いと思って買った服あるんです。ちょっと女の子っぽいから賛否両論あるかもしれへんねんけど、じゃんじゃじゃーん。ふぅー、かわいくない？このなんていうの、このベージュカラーとなんかリメイクしてるみたいなこのデザインが可愛くて、これも着てもらっていいですか？私の妹は、って言ってました。めっちゃ女の子っぽすぎんって言って。じゃーん。はい。マーキーズで、セールで普通に買ったものでーす。かわいい。3点あるんですけど、お正月にアウトレットに行ってきて購入したので、これをちょっと開けながら喋っていこうかな。丸には最後にしようか。はい、ではまずこちら、これはイエナが入ってるところ、あとジャーナルスタンダードとか、ここでなんかいつも絶対服買っちゃう。じゃん、めっちゃ可愛い黒のトップス着てみようか。これは墨色っていうんかな、ブラックやけどちょっとくすんだ感じのブラックで、なんていうんやったっけこれ、でもスウェードかな。でこういう襟がついてるので、好みで白でリボン結びをしてスズベで着れるという、こんな感じのお洋服です。可愛くない？ちょっとパフっぽくなってたりとか、これをインしてきても可愛いし、こんな感じのお洋服を買いました。これは確か4500円ぐらいやったと思います。めっちゃ可愛い。これはマジ即決でした。続いてはですね、母子手帳ケースです。もう妊娠中からずっと欲しかったんやけど、ずっと買わんかったよ。あの前のマザーズバッグで紹介した無印のあのポーチが使いやすかったんで、それに入れてたんですけど、なんかやっぱ可愛いのにも入れたいかもと思って、定番のジェラートピケで購入しました。本当はなんかバラって開く見開きのやつが良かったんですけど、こちらは蛇腹タイプです。中身がたくさんになってきたら2段階止めれるようになってるので便利かなと思います。中開けるとこんな風になってます。一番奥には大きなポケットが1つとカードが、4枚入ります。そしてここも入るし、ここは母子手帳ガサッと入れるところですかね。お薬手帳とかチャックがついてて、ここも入れれます。ここはカードではなく領収書とか入れるような大きめのポケットが2つついています。で、今私が使っている母子手帳とお薬手帳はこちらです。ナチュラルなベージュカラーとモカのやつで入れ替えて使ってます。男の子なんですけど、まあ、自分で持つから自分がキュンってするものでいいやと思って、ピンクカラーが好きなので、にしました。
なのでここにいろいろ入れて明日から使おうと思います。続いてはこちら、マルニでお買い物しました。もうずーっと欲しかったものなんですけど、どこのブランドで買うか迷ってたんですよね。早速開けます。じゃじゃん、じゃららら、じゃらーん、かわいい。はい、こちらはですね、名刺ケースです。パチッと開けるとこんな感じ。前に少し入れるところがあって、中はなんと赤いのです。かわいい。こちらは見たことないデザインやなと思ったのと、手に馴染むこのピンクベージュの色味がとっても素敵だなと思ってこちらにしました。めっちゃかわいい。めちゃめちゃかわいいです。今までね、もう本当にプチプラの名刺ケースを使ってたんですが、今年からは大人っぽく素敵な名刺ケースを今更かよって感じですけど、買おうと思います。こちらはですね、定価が5万円ぐらいだったんですが、半額になり、さらにそこから 10% オフになりということで、2万4000円ぐらいで、はい、ゲットすることができました。やったね。はい、ということでお正月の購入品は以上となります。最後まで見てくださりありがとうございました。まあ、成長記録の動画はこれからも引き続きアップしていこうかなと思うんですけど、購入品動画もいろいろ見たいですっていう声も結構届いてますので、そちらもねこんな感じでまたお届けしていこうかなと思いますので、楽しみになさっててください。ありがとう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、着せていく前に開けようかな。どうしようかな。今めっちゃ可愛い格好してるんよ。ちょっと見てもらっていい？これはさっき新年一発目の動画が某の初めてのヘアカットみたいなの撮って、その最後らへんの今からちょっとセカンドストリート行こうやとか言って、なんとこれ300円から150円になってた超お得な袴。ちょっとこれみんなにさ見せていい？じゃんじゃじゃーん。ほら袖もちゃんと長い。タッチできるかな？タッチしてくれるかな？あ、タッチありがとう。袴姿でーす。お正月の、イエーイ。後ろはこんな感じ。見えるかな？はい、これがなんと150円で売ってたよ。イエーイ。イエーイ。じゃあ、お着替えする。嫌だ。なんか最近ちょっとね、イヤイヤ期突入仕掛けてるかなみたいな。こんな雰囲気なので。